ロータス92は、チームロータスが1983年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーで、F1 マシンとして、初めて、アクティブサスペンションを搭載した。基本的に92は、ナイジェル・マンセルが使用し、8レースのみ出場した。エリオ・デ・アンジェリスは、ルノーエンジン搭載の 93T を使用したが、 スペアカーとして持ち込まれた92に乗車することもあった。シーズン後半には両ドライバーともルノーターボエンジン、ノーマルサスペンションの 94T に乗り換えた。前年の91をベースに開発された92は1967年以来17年間にわたって協力関係にあったフォードコスワース DFV エンジンを搭載する最後のマシンとなった。 他チームのターボエンジン勢に対してコスワースエンジンは出力不足であったが92は創立者コーリン・チャップマンの生前から開発が始められた油圧アクティブサスペンションを装備していたただしアクティブサスペンションはマンセルの92、10のみしかも第3戦フランス GP から取り外されたアクティブサスペンションのコンセプトは ロータスのエンジニアにとって初めてではなかった。彼らはすでにアクティブサスペンションをエスプリとエクセルにプロトタイプ装備したことがあったからである。成績は振るわず、ナイジェル・マンセルのドライブで8000を走り、リタイア4回、獲得ポイントは1だった。ブラジル GP 決勝にはアンジェリスもスペアカーの92で出走したが、 予選時と違うメーカーのエンジンを使用したということで失格とされた。ありがとうございます。